こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年4月9日午後7時過ぎ、青森県三沢基地から夜間の対戦闘機訓練のため4機の F-35A ステルス戦闘機が離陸しました。この4機は敵味方に分かれて青森県沖 135km あたりで攻撃と防御の戦闘訓練をしていたといいます。夜間訓練ですし、F-35A の機体が光るわけではないので、隠れながら相手を探し出すという訓練をしていたそうですが、4機の中で編隊長として他を指揮する役目だった。1機がいきなりノックイットオフ訓練中止という無線連絡をしたのです。それが午後7時26分のことで、その1分後、当該機体はレーダーから消えました。ステルス機なのに、この機体はレーダーに映ったのか?と疑問に思う方もいらっしゃるでしょうが、訓練の際には安全のため、あえてレーダーに映るようにしていた。ということです。この機体のパイロット、総飛行時間3200時間以上のベテランの消息も、現在のところ確認されていません。ただし、現場海域周辺で左右尾翼の一部が発見され、回収されました。これにより防衛省は、この機体が墜落したと断定しました。現在も捜索途中で、機体は海底 1500m 付近に沈んでいる可能性があるとして考えられています。時間はかかると思いますが、F-35A 機体の回収はできるでしょう。しかし心配なのは人間パイロットですね。ノックイットオフ更新後に脱出した形跡がないのです。機体から脱出していれば、発信機からの救難信号、ビーコンが出るはずなので、位置がわかりますから、すぐ捜索に向かえるのですが、ビーコンが確認されていないのです。同年の3月山口県で F2 戦闘機が墜落した事故がありましたが、パイロット2名は脱出できたので、すぐに救出されています。青森県で救出されていないということは、最悪の事態を嫌でも想像せずにはいられません。では、F-35A ステルス戦闘機の墜落の原因は一体何なのかと、誰もが考えてしまうことでしょう。1機体自体に欠陥があった?例えば、突然の緊急事態が発生したので、例えば機体の不具合対処不能だった。二人的な操作ミス?これは可能性ありと思われる。例えば光のない夜間、空間指示長、航空機のパイロットなどが飛行中、一時的に平行感覚を失ってしまう状態を起こしてしまったなど。とはいえ、最新鋭装備を搭載した機体で、この症状が発生するかとは不明。パイロット自身の健康的な問題なのかもしれない。三自然現象によって機体に何らかの影響があった。風や雷などの影響があったのかもと思われるが、他の3機には何らの影響はなかった。いずれにしても F-35A は墜落したと断定とされました。日本だけでなく、アメリカも、パイロットと機体の捜索に力を入れています。
当事国である日本が動くのは当然のことですが、アメリカは潜水艦救難艦などの艦艇をはじめ、イージス艦や哨戒機、驚くことに爆撃機までも投入しているのです。どうしてアメリカがそこまでするのか？当然の疑問ですよね。F-35A は非常に優れた情報収集能力を持つ機体で、ある防衛省関係者によると、世界最高の機密が詰まっている戦闘機だから、機体のかけら一つでも各国が狙うほどなのです。だから、西側の主たる戦闘機として推していたアメリカが回収作業に進んで協力するのも当然の話なのでしょう。簡単に言えば、アメリカはロシアや中国を牽制していると考えられているのです。そんな重要な F-35A ですが、未だ発見には至っていません。と言っても、これは海上での話だけなので、見えない海の底ではどうなっているのか、皆目見当がつきません。例えば、捜索にあたる潜水艦が何隻なのか、知る余地はありませんし、もちろん、米国の潜水艦もいると思われますが、これも情報はありません。アメリカにとっても、原因究明は装備の急でしょう。何と言っても、この機体は今後30年の戦闘機と判断しているそうですから、生産数も増えていないこの状況で、何の原因で航空自衛隊の事故が起きたのか、機体性能的なものか人為的なミスか真相次第では、F-35A ステルス戦闘機の将来にも深く関わってくることになります。だが、未だ発見されていない F-35A ですが、アメリカの行動を見るまでもなく、ロシアや中国が興味を示していることは明らかです。だからこそ、アメリカが総力を挙げてと言いたいほどの熱心さで捜索、回収作業に携わっているのだとも考えられます。幸いというか、事故現場は青森県沖 135km 地点ですし、訓練をしていたのも日本の EEZ、排他的経済水域内と制限されていたと推測されます。万が一、この海域にロシアや中国艦船が入ってきたら、領海侵犯のようなものとして警告を受けることになるでしょう。しかし、前述のように、これはあくまでも海上や領空でのことです。海底ではどうなっているのか、全然わかりません。ひょっとしたら、すでに機体を発見しているのに、沈黙しているのかもしれませんし、未発見なのかもしれません。レーダーから消えてから数日経ちましたが、日米共同での異例の捜索も、まだまだ、ほとんど進展がない状況です。海底 1500m という深さの探索は、相当難しい作業ということでしょうし、潜水艦救難艦が、どれほどの深さまで潜れるのかも気にかかるところです。この深度を潜航できる潜水艦は今のところ、実在しないとされていますし、もし製造されていたとしても、その国は公表することはないでしょうから。ですから、海底 1500M に沈んだのではないかと推測される F-35A を発見したとしても、正直に言えないところがあるわけですね。そんな優秀な潜水艦の能力が、他の国に知られては国防に関わります。いずれにしても、1日も早く、パイロットと機体が発見されるように作業の推移を見守ることにしたいと思います。